夏の日も耐えられなんで誰かが泣いて高く眠るいつからだろう信じていたけど本当のところはどうなの実はあれって説明不足夏の日も別に普通だけど一つだけ回収率が高い条件があるってだけ夏の日とは判例線でかい説明不足一番ヤバいケースだとさ牝馬限定戦を含めて集計それって牝馬が勝つに決まってるじゃん夏の牝馬はハンデ戦でかいはいハンデ戦だけ成績がいいよ特に金曜52キロ以下の馬が穴を開けているだけだったりするよ昭和の匂いがする平成になってすぐぐらいのポケベル音が鳴り響く時代からずっとずっとずっと夏の牝馬はハンデ戦で狙い目夏の牝馬はハンデ戦でかいはいハンデ戦だけ成績がいいよ線だけ成績がいいよ特に金曜52キロ以下の馬